やめたい。まだお昼ご飯食べてないんで、ウーバーイーツしたいと思います。ただ今日も妹と一緒にいて、妹が外にご飯食べたくないって言うから、じゃあ家で食べよう、ウーバーイーツしようってなったんですけど、何食べる？肉系がいいな。肉系？あら、なんか違った？フィッシュ系じゃない？うん、全然肉でもさ、なんかこうステーキとかハンバーガーとか、うん、ハンバーグとかタイ料理もあるよ。台湾料理、うん、トルコ料理もあるよ。いや、今回は外国系はいいかな。ステーキ食べたいの？ステーキだったら、ステーキかハンバーガー、どっちか。ハンバーガー？うん、グーじゃない。じゃあもうマックでいいよ。マックだったら買いに行こうよ。でこう非日常を味わいたい。外国系タイ料理とか冷麺かチヂミがあったら食べたい。チヂミ？うん、チヂミ作ってあげるよ。いや、いいいい、なんでよ。いらない、いらない、いらない、やめ、なんで。いや、やめろやめろ。はぁ、なんでうちが作るチヂミ食いたくない、食べたくないの。やめとけやめとけ。どうしようかな。姉ちゃんも肉やらないの？肉よりこれなんか小麦粉多くない？このタコス屋さん。もううちタコスでいいもん。何や、肉って言ったりタコスって言ったり。いいや、もうそれがウーバーイーツや。魅惑のウーバーイーツ。このままもう日向ぼっこして眠くなってサラダの L サイズと。最高じゃん。激痩せするよ、L サイズなら。激痩せはしねえよ。激痩せ。ちょいデブだぞ。ちょいデブだぞ。ねえ、腹映ってた。ちょいデブだぞ。何、ちょっとお腹引き。選ぶだけでこの動画終わっちゃうよ。本当だよ。腹減った。腹減った。早く選べよ、じゃあ。おめえ早く選べよ。おつまみケバブにしようかな。うん。ちょっとガムケバブする。安い。いくら？値段だけ言って。1450円。クソ安。すごいね。それにしましょう。じゃあもうチップ追加してあげた。頑張れ、ウーバーイーツのバイトさん。ウェーイ。やっと決まった。やっと決まった。15分以上私たち選んでんだよ。バカタレー。これはね、ウーバーイーツ頼む、使う人みんなこうだと思うよ。あ、ここの店もいいな、ちょっと高いなとかってなって。貧乏人はウーバーイーツ使うなってことなの。そうだわ。じゃあ、むねちゃん、もう一回区切って寝るわ。姉ちゃんこっち向いて。違う、 T シャツを見せろって意味や、あんた。あ、来た、やばい、来る。で、これ、ほぼ肉だけ。はい、召し上がれ。出されました。マジに肉とキャベツしか入ってない。おいしい。もう YouTube の更新月に1回ぐらいになっちゃったね。前ね、コラボはすごいあったね。してたね。あれは怒涛の編集いっぱいやってたわ。ありがとう。いえいえ、こちらこそ。それご飯じゃなくてキャベツがあるんだよね、下に。なんかソースのカロリーはやばそう。でもスパイシーだから消えるよ。でもお肉とさ、キャベツって最高じゃない？とんかつでキャベツも美味しいじゃん。そうだね、気に優しい、うん、いいバランス。これでお味噌汁あったらもうやばいよ。もうパピちゃんがね、すごい。最近何してるって。あなた、ジム行ったんじゃないの？あの、ちゃんと定期的に通えてる。ジムの先生に食事が一番大事だって言われて、あの、運動とかよりも食事の内容のが大事ですって言われた。で、今はケバブ食べてる。最近映画見てるの？映画見てる。残酷とか復讐劇みたいなのがすごい好きで、ラブ映画、ラブストーリーとか、うん、あんまり見続けてられないのよね。
展開がどうとかさ、なんとなく読めるっていうか、わかる、胃もたれしちゃう途中で私。まあ、うち今ケバブ食べながら胃もたれなんなの違うやつじゃ選べばよかったじゃないだから韓国映画とかそういう系じゃん、復讐劇が多いじゃん。あ、そう、あ、そうなのかな。そのお塩めちゃくちゃ一時期見ててね、気持ちがいい。もうすごい興味があることがあるんだけど、プロレスってあるじゃん何そのし、あんた知らないでしょみたいな浜田だし、いや、みんなプロレスって知ってると思うんだけど、うん、うち周りとかで、ね、ともちんとかうーたんとか、うん、琥珀うたちゃんとかプロレス好きな友達多いの。最近さ、うちは笠井純さんっていうデスマッチのもう王様みたいな人がいて、その人にすごい興味を惹かれて、まだ生で観戦したことないんだけど、なんかその人のドキュメンタリー映画がね最近出たの。でもそれをすごい見に行きたくてしょうがない。あ、そう、なーに、見に行こうよ一緒に、ね、でもやってんの？もうすぐ始まる笠井純の映画のドキュメンタリーの予告見ただけですごいちょっと気に、めっちゃ気になって、笠井さんの試合を見に行きたいけど、なんかこうチケットとか速攻でなくなるんだろうなとかってつぶやいたのね。そしたらなんと本人から、そんなことないです、何日に試合があるのでよかったら来てくださいって、ご丁寧にちゃんとこう DM じゃなくてご丁寧にリプで返信してくださって、それが最近のこう興奮だね。次の日からずっと笠井さんの入場曲爆音で聴いてる急いで食べちゃった笠井さんのさ入場曲を聴きながらメイクするとさ、マジその日一日強い女になれた気ねいるのよ最近それがちょっと楽しい、あと楽しみでもある、その映画と生で試合観戦するのが。なんかやっぱね、ちょっと痛そうな試合なんだけど、それでもこう立ち向かっていく姿とかがもうたまらないね。まだ見てないんだけどもうね、確実にかっこいいの。まあ、確かに試合を見た後の方が映画楽しそうだね。ちょっと試合見たら多分これ以上喋ってると思うT シャツとか あるのかな、グッズとか買い占めたりしてさね、試合見れたらいいね。ね、先に映画もいいんだけど、多分そういう本人を最初に見た方がもっと絶対楽しいと思うよ、そういうのは。じゃあ同じ空気吸ってんのやばくもうすげえ、ちょっとだけ気象が2個あったね。でもう絶対とーとに何かの推しがいるとか今までそんななかったじゃん。あの格闘技選手の青木真也がちょっと前推し、まあ今でもすごい試合してる姿とてもリスペクトしてるけど、その次ぐらいに今笠井純来てる、たまらん。じゃあちょっと喋ってたら食べれないから今日はもうここまでにしまたちょっとね、更新がちょこちょこ届いますがよろしくお願いします。皆さん今日も見てくれてありがとうパンティアやってるんで、よかった概要欄から飛んで見てみてください。ではバイバイ。この子からされない性の対象全うるさい。